睡眠とダイエットはすごい関係があります。こんにちは、ズボラントレーナーカイです。いきなりですが、皆さんに睡眠に関する質問です。1、寝つきが良くてベッドに入って5分前後ですぐに寝てしまう。2、逆に寝つきが悪くてベッドに入ってから30分から1時間以上経たないと眠れない。皆さん、これどちらか当てはまりましたか？これどちらも NG なんです。1に当てはまる方は慢性的な睡眠不足の可能性が大です。2に当てはまる方は医学的に入眠困難と言われる状態の可能性が大です。どちらか当てはまった方は寝る前にこのマッサージ動画を一緒にやってみましょう。なぜ寝ると痩せるのか、なぜこのマッサージがダイエットにつながるのか、解説しながらやっていきます。一緒に頑張りましょう。最初に耳たぶをつまみます。下に軽く引っ張るイメージですね。こう肩に力入れずに軽く引っ張るイメージ。呼吸は止めないようにやっていきましょう。 OK、 次はグッと噛んで、この動く噛み合わせの部分を指2本ぐらいでこうやってマッサージしていきます。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。物足りない方はこうやって親指でやったりとか指3本でやっても良いと思います。呼吸は止めないこと、こう肩にね力入れすぎないようにして、こう円を描くようにマッサージしていきましょう。こう睡眠不足とか睡眠の質が悪くて朝すっきり起きれない方は自律神経が乱れている可能性がすごく高いです。僕が具体的な事例を用いて解説しながらやっていきます。次は首の前にこう親指を当ててぐーっと上持ち上げます。首の前面、ここを伸ばしてます。こう自律神経乱れてる方の分かりやすい例として、カフェインとかアルコール、あとはジャンクフードをすごい食べたくなったりとか、あとは夜中にすごい食欲出て夜中に食べたくなったりとかしますね。そういう方は自律神経が乱れてる可能性すごい高いです。あとお肌の調子も悪くなったりしますね、自律神経乱れると。 OK、 次はこのこめかみのあたりマッサージしていきましょう。僕指3本でやってます。いまいち場所が分かんない方はグーッと噛んだ時に力が入るこの辺ですね、円を描くようにマッサージしていきましょう。で、さっきお伝えしたように結局自律神経乱れてると飲みすぎ食べすぎちゃうんですよね。だから結論、痩せづらいというか太る。なので僕は自律神経が整ったら、食欲も収まって、なおかつ睡眠時間が増えるので、食べることに使える時間も減ります。だから結局痩せると思ってます。肩はね、力入れすぎないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいでやりましょう。 OK、 次は首のこの辺を親指で押していきます。この頭蓋骨、ここの骨に指をグッと引っ掛けるイメージです。痛気持ちいいぐらいで押していきましょう。余裕があればこうやって頭上げ下げしながら揉んであげるとより良いかなと思います。これ結局自律神経を整えるために、なぜ顔とか首のマッサージストレッチしてるかっていうと、結局自律神経って始まりがこの辺、首のこの辺なんですね。だからまずは自律神経の始まり、この辺をほぐすことによって自律神経の乱れがね、どんどん整っていきます。呼吸は止めないようにして、あんまり肩にねこう力入れすぎないようにしましょう。よし、 OK です。次はこのエラの部分、ここに顎のこのエラの部分、こう親指添えてこうやって横にマッサージしていきます。エラをなぞるようなイメージですね。親指で痛気持ちいいぐらいで行いましょう。こうすごい
ぐーって強く噛んじゃう癖がある人とかはここすごい凝ってて、結構これだけでもね痛いと思います。頭痛や肩こりにもつながります。呼吸を止めないようにして、肩あまり力入れすぎないようにしましょう。よし、オッケー。次は耳の横、こう人差し指と親指でつまんでぐるぐる回していきます。これも痛気持ちいいぐらいで回しましょう。あまりね強くやると痛めたりするので優しく回すイメージです。こう最初に質問した1番、こう寝つきが良くてベッドに入って5分くらいで寝ちゃうって方が、こう単純に睡眠不足だったりもするんですけど、やっぱ睡眠の質が悪いことで夜中に起きちゃったりすることが問題だったりもするので、こういうストレッチとかマッサージで実際にね、寝つきが悪くなるというか、ベッドに入って5分ぐらいで寝ちゃうってことはなくなったっていうお客様も結構いらっしゃいます。だからね、寝つきが良ければいいってわけじゃないですね。それは単純に睡眠不足じゃないって話もあります。 OK、 次は顎の下マッサージしていきます。ちょうどこの顎の骨が終わって、ちょっとこうやってくぼみがあるところですね、こうやって押していきましょう。片方の手で押してもいいし、両手で押してもいいし、痛気持ちいいぐらいで押していきましょう。で、最初に質問した2番ですね、すごい寝つきが悪いって方、僕前回寝る直前にやるストレッチとか出してるんですけど、もうそれのコメント欄にも実際にストレッチやっただけですごい寝つきが良かったっていう方がね何人もいらっしゃいます。なのでこのマッサージ動画終わった後に、その寝る直前にやるね専用のストレッチをやると最高だと思います。一応概要欄に貼っておきますので、あんまりこう肩力入れすぎないようにしましょう。 OK、 最後はこの眉間の部分ですね、眉毛の始まりあたりをこうやって人差し指とかでこうやってマッサージしていきましょう。僕メガネがあるんで邪魔なんですけど、メガネしてない方ね、こういう風にやればいいと思います。こんな感じです。で、なんかもうちょっと細かいね、こう睡眠とダイエットの関係とかをコメント欄に書いておくので、興味ある方はぜひ読んでいただければね、このマッサージ動画をやる意味をご理解いただけるかなと思います。で、前回のストレッチ動画でもお伝えしたんですけど、こう減量中のね格闘家とかプロボクサーは実際に睡眠長くとります。そのダイエットにいいっていうのもあるんですけど、単純に寝てる間は食欲を忘れられるからっていうのがすごい強いらしいですね。よし、 OK です。お疲れ様でした。時間ある方はこのままストレッチ動画一緒に頑張りましょう。